163丁目、アムステルダムアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線の駅である。マンハッタンクワシントンハイツのアムステルダムアベニューと、セントニコラスアベニューの交差点に位置し、A 系統が深夜のみ、C 系統が深夜を除く終日停車する。162丁目にある駅への入り口あたり駅は1932年9月10日に、開業。 二面二線の相対式ホーム構造である。なお、駅の下には日中の A 系統が通過する急行線が走っており、これは駅からの視認は不可能である。駅の北側では観光線が内側、急行線が外側の複々線となり168丁目駅に入る。観光線は次の168丁目駅で終了。 観光線を走行する C 系統は168丁目駅で折り返し、急行線はその先の207丁目駅へと続き、A 系統はそちらまで足を伸ばす。ホーム壁面には白の三セリフ所帯で 163RD ストリートアンスターダム AV と2行で書かれた駅名表があり、地色は黄色で周辺を黒で囲っている。また、小さな 163と書かれた印が等間隔で設置されているほか、ホーム上の黄色の柱すべてに、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白の駅名標が掲げられている。2015年から2019年のまた、キャピタルプラにおいてこの駅は、他のニューヨーク市地下鉄の30駅とともに、駅改良工事第1段階の一環として、駅構造の完全な見直しを受け、 2018年3月12日から同年9月27日まで改装工事を行っている。改良内容は携帯電話サービスや Wi-Fi、USB 充電所、対話サービス勧告や地図の設置などである。ニューヨークシティトランジットオーソリティは2017年6月1日に72丁目駅、86丁目駅、カテドラルパークウェイ -110 丁目駅と、 当駅における改良工事の要求を許可、またの取締役会は2017年10月にエコースリーエンタープライゼス社と11億1000万ドルの契約を結んだ。この駅には駅の北端から南端まで改札外が続いていたが、現在は南側半分だけが使用されている。閉鎖された北側には中央改札口や 各ホームからの3つの階段、163丁目へ、通じる階段への出口専用の改札機などがある。セントニコラスアベニューと西163丁目の交差点南西には、閉鎖された階段が2つあったほか、南東にも閉鎖された階段が1つあった。現在使用されている南側は、黒縁のガラスにより南北改札街とホーム改札内の3つに分けられており、 これは2018年の改装で南北法務官を改札内で行き来できるように改札の位置が変更されている。3区画のうち外側2つが出入り口となっており、改札外中央につながる回転式改札機や切符売り場などがある。ありがとうございます。